街道の起点四天王寺南門行進街道は大阪の旧街道の一つである。大阪市天王寺区の四天王寺南大門前を起点として南へ、行進道前を過ぎ、平野区町吉川辺町で古市街道と合流していた。青年混合道寺を祭る四天王寺行進道は日本の行進信,信仰発祥の地と言われている。熊野街道と共に上町大地を走る。 旧街道。千八百九十八年頃、高新道参りの道として知られる、道街道は、くいてら道など様々な異名があったが、次第に、高新街道の名前が定着した。千九百七十七年、大阪都市計画事業、近鉄南大阪線連続立体交差事業により、新しく都市計画線安倍の松崎線が設けられ、踏切が廃止となり、高新街道は、 近鉄南大阪線を大阪安倍野橋駅、東口地下コンコースを通る形で南北を結ぶこととなり、地下部分をエスカレーター付きの地下道で、大阪安倍野橋駅更新口から道駅松崎口に出るように残るユニークな古街道となった。外区整理前は、四天王寺南大門前を起点として南へ、更新道前、国鉄天王寺地下道を経て、 近鉄南大阪線阿倍野橋踏切を横切り道なりになんか、阿倍野消防署付近で東へ折れ、現、阿倍野区役所前を安倍小筋になんか、大阪市立工芸高等学校前から安倍小筋を離れて、東南方へなんか、桃ヶ池公園に出てから通信し今川まで進む。その後、今川沿いをしばらく並走し、針中のおなんか、照ヶ丘やたまで盗難を指して進み、 そこからは、山和川下高野橋の東方600メートルの地点で、山和川を川沿いに投信し、住吉区町基地川辺町に至って、古市街道に合流する。古市街道はいずれ、東高野街道と竹内街道の交差付近に、それぞれの街道に合流する。なお、今日では、街道のルート南部の安倍の雲もが池を境に、南部分は、 大阪市の区画整理事業、道路拡幅などもあって、元の街道ルートをたどることは難しい。近鉄安部の橋駅、甲信口街道の一部は地下道となっている1988年、近鉄南大阪線の立体交差事業完成を記念して近鉄と地元、甲信街道を守る会の起案で近鉄及び、大阪市建設局の手により、 近鉄大阪安倍の橋駅東の松崎口にある三君ガーデンに街道の歴史が残されている。本来の甲信街道は安倍の区松崎町から文の里、田辺方面へ向かっていたが、現在、安倍小筋の一本西側の西多辺、長井方面へ向かう道を地元では甲信街道と呼んでいる。街道沿いは小中学校や専門学校などが多く見られ、普段から 人通りが多い。ありがとうございます。